僕お弁当の配達のバイトしてるんですけど、まあ、ある日雪が降った日があって帰りの電車がもうないと。で帰る方法がなかったんですけど、そのバイト先の人がその日はもうホテル泊まっていいよみたいな、まあ、どっか泊まっていいよって言ってくれて、でまあよかったって安心してて、で、まあ、その人から LINE が来たんですけど、その LINE がこれなんですけど、ね、今日満喫快活クラズビジネスホテル、明日便利なところに泊まってください、経費は会社で出します、落ち着いたら連絡くださいっていうね。あ、いや、まあ、ビジネスホテルだけでよくないこれ。やっぱ誰が漫画喫茶泊まんだよ、この他にも安いとこありますみたいな。でこれで俺がビジネスホテルって言ったら、あ、この中であなたはビジネスホテルを選んだんですねみたいな、うん、他に候補あるのにみたいな、いや、もう罪悪感与えてこようとすんなよって話です。